授業中。どんちゃん篠原です。今回は授業中の勉強ということで、授業中どういう風に立ち回るかという話です。で、いや授業してるんだからその間聞いとけばって思うかもしれないんだけれども、まあ授業にもね、いろいろあると思うんですよ。もちろん進んで、あ、この先生の話ためになるわ、自分の大学受験とかそういうのためになるなと思えば聞けばいいし、なんかこいつ正直まあ当てにならないなと、どうしよっかなっていうような授業もあると思うんですよね。で、じゃ あそのどうしようもない方ですね、ちゃんと聞こうと思う方は聞けばいいんですが、どうしようもない授業でどういう風に動くかということなんですが、まず一番最初にみんなが思うのが内職だと思うんですよ。で、内職ははっきり言って勉強効率良くないです。もうすぐですね、この内職の勉強効率がどれだけ悪いかの動画を出す予定なんだけど、勉強効率本当に悪い、内職が悪いんですよ。なので内職はおすすめはしません。やるんだったら同じ教科の内職やってください。例えばまあ数学の授業だったら数学の内職をやるとか、英語の授業だったら英語の内職をやるって、同じ教科の内職をやれば、まあ万が一ねバレた時もまあ言い訳ができるっていうことで、内職やるんだったら同じ教科のやつやればいいんだけど、まああんまりおすすめはしません。で、じゃあ真面目に授業を受けるかっていうのもあって、これがね正直微妙なんですよ。で、どれぐらい学校の先生がポンコツかによります。その授業が正直進む進度がめちゃめちゃ遅いって場合もあります。篠原の塾生の場合だと1ヶ月で教科書5ページしか進まなかったって社会の先生がいて、教科書って大体300ページぐらいなんですよ。1ヶ月で5ページっていうことは、その後まあそいつ高2なんだけど、高2からのその2年間で、24ヶ月だから120ページですか、半分も終わらないということで、そういうペースの場合だとか、もうとにかく何言ってるかわからないっていう場合は、真面目に授業を受けるのはもうやめてしまって、基本的にはこの暗記とか演習をしてほしいなと思いますね。暗記演習をすると、暗記はまあ社会科目ですね、英語だったら英語の暗記、で数学とかだったらその問題を解くということをやってもらったらいいかなと思います。これはそれぞれまあどれを使うかっていうと、基本的にはまあ参考書を使うのがいいかなと思います。篠原の方でもいろいろ参考書紹介してるんで、それをまあ参考にしてもらったらいいかなと思います。で、その上でなんですが、一番コスパが最強なのは何かっていうと、授業中は授業中でノート取りながら、その間に宿題を済ませてしまうというやり方があって、これが一番コスパ最強です。つまり授業中に、あ、この先生のことだから大体こっからここが宿題になるんだろうなっていう風なのを予想して、そこでやってしまうというところですね。まああるいはここテスト勉強ですね。そのテストの対策の勉強をするということがいいかなと思います。特にこれは受験であんまり使わない科目ね、受験で使うんだったら、まあこの参考書学習で自学自習するっていうのをまあ一つ考えないといけないんだけど、受験で使わない科目をそんな参考書で勉強しようなんて主張なことをしなくていいんで、やるべきは、まあどちらかというとその宿題とか、あ、テスト対策の暗記とかっていうのを授業中に終わらせてしまって、まあ、受験で使わない科目は授業中に全部処理してしまうと、定期テスト期間になっても定期テスト対策をあんまりしないで済むようにするというのがいいかなと思い、まあということで、授業中の勉強でした。まあ学校の先生はね、どんなヘボクソな授業をやっても、あ、来年の生活が保障されているというものすごい、恵まれた環境ですので、授業の質を上げようとあんまり思ってません。それよりも早く帰って家族と一緒にご飯食べたいって思っています。だから品質が多分学校の先生の方で上がることはまあないので、それを踏まえた上で自分でどう立ち回るか、賢く立ち回っていきましょう。今回のこれ以上です。ご視聴お疲れ様でした。